まず、甲蘭女子短期大学の現在の概要からお聞かせください。はい、今短期大学には4つの学科があって、ファッション総合学科、食物栄養学科、保育学科、そしてライフプランニング総合学科の4つの学科に、合計850名ぐらいの学生が学んでます。女子短期大学ですので全員女性なんですが、中には留学生も各学年40名前後の学生が学んでおります。規模としては、九州の中では定員規模は一番多いかもしれませんね。先生方もかなりの数がいらっしゃいますんで、それぞれ4つの学科で専門の違う先生方がたくさん学生の面倒を見てもらってます。甲蘭女子短期大学を含むこの学校法人全体のですね、構成を教えてください。もともとこの学校法人の起こりは洋裁の専門学校ですので、その流れを組んだ甲蘭ファッションデザイン専門学校、そして次に誕生したのが甲蘭女子短期大学、あとは付属幼稚園が3つございます。さらに保育園を関連の法人として、こっちは社会福祉法人なんですけども、塩原保育園というのを大橋駅前に持ってます。幼稚園3つと短大と専門学校ですね。それに別法人にはなりますが、保育園保育園と。と。コーランの名前のですね、由来を教えていただいてよろしいですか。山内淑子が東京で洋裁の勉強をして戻ってきて、いざ福岡で学校をしようという時に、高校の時の恩師に相談に行ったんです。で、やっとこう技術を身につけて学校を開く準備ができましたと。で、学校の名前をどうしようかと思ってるんですがと相談したら、福岡高等女学校、今の福岡中央高校なんですが、そこの同窓会が甲蘭会というのがありまして、お前は卒業生だから甲蘭という名前をもらって、したらどうかというのがこの学校の名前の由来です。かぐわしい蘭の花の中にも芯をしっかり持った女性を育てたいということで、大変美しい名前をそうで頂す戴しましね。た。今の福岡中央高校に行くと、甲蘭亭という茶室もあるようですね。高校生がですね、このビデオを見ることも多いんではないかなと思うんですが、学長先生からご覧になった高蘭生たちのこうなんか雰囲気とかイメージとかっていうのはどんな形容ができるでしょうか。まずはやはり明るくて元気がいい学生が多いというのが学生の特徴でもありますし、また、学生が先生方とよくコンタクトを取って、また先生方も学生の相談相手になってくれているのが一つの特徴かと思います。これもともと考えてみたら、山内淑子がですね、行き詰まった時に恩師のところを何度も訪ねていくんですね。人生で困った時に相談に行けるような学校に今後もしていきたいと思ってます。で、うちの特徴というのは、先生方がやっぱり学生がいる時に学生と直接面と向かって指導をしたり、授業以外の時間でも学生とコンタクトを取るようなことを進めております。授業以外のところまでコンタクトを取っそうて、ですね。だから先生方の研究室には学生がよく訪ねて行ったりしてます。女子の短期大学ですから、やはり先生との、その密接な関わりって言ったらいいですかね、先生の、考え方を、そういう授業じゃないところを通してでも生き方ですとか、学生たちが学ぶ機会があるということですね。学長室も時々学生が、訪ねてきます。突然。そうですか、突然。もうせめてノックぐらいして入ってくれって言うんですけど。それぐらい、このなんというか、こうフランクというそうか、ですね、フレンドリーなところも一つの売りだと思います。甲蘭女子短期大学のですね、創立者、山内淑子先生のですね、定めた建学の精神でしょうか。この建学の精神を今日改めて伺いたいと思います。建学の精神は、
いかなる困難な場にあっても創意工夫を大切にし、人から愛される、自立した女性の育成が見学の精神です。ちょっと長いんで、この見学の精神を3つの言葉に置き換えて学訓として定めてます。本学の学訓は創意、自立、敬愛です。なるほど。創意、自立、敬愛、はい、山内淑子は、昔は裕福な家庭で育ってたんですけど、昭和の初期に恐慌、経済恐慌が起こって、破産してしまうんですね。で、家も屋敷も土地も全部抵当かなんかで取られてしまって、今まで何不自由なかったのが明日から食べるもんがないという生活になって、で、山内淑子も仕事を始めるんですけども、はい、小学校の代用教員ですとか、昔の高等女学校の助手、あるいは事務的なこともしていくんですが、そこから先が展望がなかった。学校の先生になるには免許もないし、はい、これから先の展望がないということで、で、いろいろ、悩んだ挙句、昔の恩師のところに相談に行って、洋裁を勉強することになったわけです。で、東京で、今の文化服装学院に行きまして、で、戻ってきて福岡で学校を開くということになったわけです。なるほど。ただ、その中でやはり最初は学生2人と先生2人の、小さな塾みたいな学校だったんですけども、時流に乗って洋服がだんだん活発になってきた時に学生も結構増えたんですけども、その後戦争で普及学校閉鎖令で学校を閉じなきゃいけないようになったり、終戦後学校再開したんですけども、火事で校舎がなくなってしまったり、それでも負けずにその再建をしたという不動不屈の精神が高蘭魂として根底にはあると思います。なるほど。そのあたりがいかなる困難な場においても通じるわけですね。はい、それから創意工夫のところっていうのも先生の言葉で残ってらっしゃる、山内先生の言葉で残ってらっしゃる。具体的にはないんですけども、やはりファッションをやってましたんで、新しいもの、当時は学校開いた時にはみんな和装だった時代、その時から洋服をいろいろ作ったりしてましたんで、その自分で発想、新しい発想を大切にしてデザインをして洋服を作っていったようですね。また非常にその節約というか切り詰めて無駄遣いをしないということをおっしゃってたと。そうですね。これはもううちの学校の伝統ですね。はい、爪に火を灯すようなつつましい生活をしながら、余裕ができたらその学生に還元することをまず考えていたようです。なるほど。昔の、学生を連れて映画館とか娯楽のない時でしたから、そんなところにも連れて行ってあげてたようですね。なるほど。山内淑子は自活しなきゃいけなかったんで、誰にも頼ることができない状態で、やはりこれからの女性も何かこれができるというものを身につけておかないと、食べていくのに困るんで、自立できるように何か技術を身につけさせたいという思いがあったので自立。そしてうちの特徴は技術教育と人間教育と言ってるんですけども、はい、やはり人間教育に力も入れてましたんで、人を愛し人から愛される女性ということで敬愛という精神を掲げているところです。技術教育と人間教育、はい、人から愛され、そして人を愛する人を育てると、はい、それはもう創業の時から語り継がれていることなんですね。そうですね。ファッションの高蘭っていうですね、この言葉がやっぱり必ずしもそのファッション総合学科のためだけではなく、実は全学共通の何か合言葉なんですよっていうことをですね、私伺ったんですが、はい、
当然、洋服のファッションもそうなんですが、それ以外に私たちが生活する上で文化も、そうですし、育児とか子供を育てたり人を育てることも、ファッションの一部ですし、もちろん社会貢献とかいうのも全てそのファッションに通じる、文化的なものはファッションに通じるんじゃないかと思ってます。ですから着るものだけではなくて、それ以外にもいい食事、それから社会全般と関わるもの全てがファッションじゃないかというふうに思ってます。だからこそこのファッション総合学科だけでなく、食物栄養学科も、はい、そして保育科も、はい、さらにそのライフプランニング総合学科も、もう同じくファッションの講覧という括りで説明ができるわけですね。そうですね、はい。2度の火災で校舎が焼け落ちてもなお諦めずに踏みとどまってきた、いつ頃といつ頃に火災が、ですね、最初の大きな火災はそれまで建物を借りてそこで学校をやってたんですけど、やっと自前で校舎を建てたのが昭和23年なんですね。で、昔のことですから木造の2階建ての校舎だったんですが、焼けたのが、27年ですから、できて4年ぐらいの校舎が、燃えてなくなるんですけど、ちょうど3月の春休みの時で、はい、山内芳子は東京の今の文化服装学院の方に、先生たちの講習会を受けに行ってたんですけど、そこで、学校が燃えたというのを当時の、文化の学院長の遠藤先生が自分の部屋に呼ばれて、はい、もう帰んなさいと、はあ、学校火事になってるから帰れというふうに言ったんですけど、その山内芳子は怪我人はいませんかって聞いて、はい、いないということで、もうそれなら安心したと。でも焼けたものはもうどうしようもないんで、はい、しばらく東京の新しい建物を研究して帰りますと言ったそうでございます。はあ、で帰ってきた時にはその学校が焼け野原になっている無様なところを見せられないということで、はい、当時の先生教職員と学生が一緒になってその後片付けをしてきれいにした状態で山内芳子を迎えたそうです。その時に高蘭焼けても高蘭魂焼けずという張り紙をあちこちに貼ってあったようです。それが1回目ですね。2回目は昭和42、3年ぐらいですかね。これももう木造の校舎が、当時の漏電だろうと思われるんですけども、火災で亡くなりましたですね。その時はもう芳子先生がもう他界をしておりました後で、はい、当時のまた先生たちはどうやってその立て直しをされたんでしょうね。当時そのお金ではかなり厳しかったんで、私も覚えてるのは粉石鹸をですね、袋に詰めてで売ってたんですね。それは先生も学生も1人5個とかいう割り当てで、でその売れたお金はその学校の再建費用に充てていたようですね。そういう学生も先生もみんなでこの再建費用を稼いで、はい、それで立ったんですね。学校の近くにですね、そんな工場があって、はい、私もそこなんか袋詰めしたのは覚えてます。あ、そうですか、はい、そういう歴史の上に今日の高蘭があるんですね。いや、でもそういう話を聞くとやっぱ先生も生徒さんもなんかこうね、振り立たされるものがあるんじゃないでしょうか。そこに不当不屈の精神が養われていったんじゃないかと思います。うん、なるほど。昨年学長からすると創立者山内芳子先生はおばあ様にあたるというふうに伺いました。おばあ様の記憶のですね、何か覚えてらっしゃることがあると伺いましたが、私も小さい頃に、山内芳子が作った子どもの洋服を着て学校の中で、ショーを定期的にやってましたんで、そこで子どものモデルとして、ステージに上がらせていただいたこともあるんですけども、そういったショーの時には山内芳子はマイクを持って、皆さんにこの洋服はこういうものだっていうような
解説をしていたのが印象に残ってますね。坂根学長がおいくつの時に山内先生はお亡くなりになられたんですか？私が、小学校2年の夏に亡くなりました。そうですか。残念ながら、乳がんだったんですけど、私も授業を持ってるんですけど、はい、学生たちにはどうやったらなるべく乳がんから遠ざかるか、あるいは乳がんの自己診断とかいうのを話してまして、ぜひ女性に多いがんですので、その早期発見に自分で努められる病気ですから、学生たちにも話してます。なるほど。それはもうおばあ様の生協から来るお話なんですね。そうですね。なるほど。何歳の時に吉子先生はお亡くなりになられたんですか？53ではないかと思いますね。若い時だったんですね、はい、まだこれからという時ですよね。創立して何年、結構間もなかったんですよね。昭和33年に短期大学ができたんですけど、うん、亡くなったのが36年ですね。最初の卒業生を送り出した卒業式は出席できたんですけど、はい、あとはもう闘病でなかなか教壇にも立てなかったんですけど、九大病院に一時入院してたんですけど、ちょうどその頃学生たちの体育祭がある時には、病院からその車で学生たちを、まあ、窓越しなんですけど応援に来てたようですね。それだけ思いが強く。そうですね。なるほど。コーランさんのですね、この4つの学科のですね、成り立ちっていうんでしょうか、最初にそのファッションからスタートして、それからどういうふうにして今日の4学科というのができてきたのか。最初に皮膚科の短科の短期大学だったんですけど、その4年後になりますかね、家政科を作って、さらに保育学科を作って、でしばらく学科の改編はしませんでしたが、昭和58年に秘書科を作って、でその後国際教養科を作って、でしばらくそのままだったんですけども、平成15年に家政科と秘書科と国際教養科の3つを1つにまとめまして、まあ、いろんなことが勉強できる、そして自分の将来設計ができるライフプランニング総合学科というのを作ったのが現在までの経緯ということになります。なるほど。秘書科と国際教養科と家政科、家政科が1つになって、はい、ライフプランニング総合学科、はい、この学科というのが今非常にまた特徴の一つになっていらっしゃると伺いました。はい、当時全国で一番最初にそのいくつかの学科を一つにまとめた総合学科というのを、高等教育に持ち込んだのがコーランだと思ってます。で当時できた時には全国からたくさんの学校関係者が見学に来られたりもしまして、今ライフプランニング総合学科では地域に学生たちをなるべく外に出して、いろんなインターンシップですとか地域との結びつきを体験させるようなプログラムを考えてやっておるところです。なるほど。そういう地域とのつながり、地域の企業さんや地域社会とのつながりを強化していらっしゃるんですね。他の3つの学科のトピックスもちょっと聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、保育学科も地域との関わりでは中川市と協定を結びまして、中川市の子育てに先生そして学生たちも関わっていくような計画をしています。なるほど。食物栄養学科では近くに畑中さんというお弁当屋さんがあるんですが、そこのメニューを学生が開発して実際に商品を作ったり、今、今度高校の学生、高校生と、コラボで高校生が、こういうお弁当を食べたいっていう献立を考えて、はい、うちの学生が栄養面のことを考えて、はい、取捨選択して、で今度は畑中さんでそれを実際に商品にしてもらうというような、高校と私どもと、企業さんと、一緒になった取り組みを始める計画をしてます。あとファッション総合学科は長年夢だった新人デザイナーの登竜門と言われる総演賞というのがあるんですが、この総演賞に昨年
本学の岡本さんが、グランプリを獲得しましたので、大変あの光栄に思っております。総演賞っていうと、あの幼児山本さんとか越野純子さんとか、あと何ですか、山本寛斎さんとか、そうですね、ああい もう有名デザイナーが輩出されていった若手デザイナーの登竜門、はい、しかもプロも混ざって出てくるコンテストに、ね、はい、地方のそして短期大学の学生が賞、はい、グランプリを取るっていうのはすごいことですよね。まあ初めてじゃないかと思うんですけど、大体地方の学生、地方のデザイナーが取れるっていうこと自体珍しいことであるのに、さらにあの短期大学の学生が取るというのは、まあこれまでなかったんじゃないか、ちょっとあの、昔から長い歴史がありますから探してみないと分かりませんけども、とにかくまあ快挙であることは間違いないと思ってます。岡本直美さん、はい、いやおめでたいことですよね。それは長年のそれこそ山内よしこ先生時代からの積み重ねのなんかこう一つの集大成みたいなものでしょうね。はい、まあ、あの本人の、着眼点も良かったと思うんですが、はい、普通洋服に使わないような素材を、うん、工業製品を洋服に作って、うん、しかも、女性の一生を表す3つの洋服を作ったんですね。着て歩くと、うん、玉虫色に洋服が変わるんですね。それはもうあの素晴らしいものだと思います。その受賞の一報を学校で先生方が聞かれた時はどんな、もうあの学科長は飛んできましたし、もう大喜びで、はい、まさかその、最終審査には残ってたんですけど、グランプリを取れるとは失礼かもしれませんが、あのなかなか難しいところがあるんで。そして先生、これからのですね、未来に向けたお話を最後に伺っていきたいと思うんですが、これからこの興南女子短期大学がですね、どのようなところに向かっていかれるのか、学長先生何を見てらっしゃるのか教えてください。この学校はもともと技術教育と人間教育、この2本を柱にしています。したがって技術教育、学生たちに私はこれができますというものを身につけさせたい。でその見える化として資格、免許、資格、検定、こういったものを取らせたいと思ってます。もう一つは人間教育なんですけども、教育を通して人から感謝される、誠実な人を送り出したいというのがございます。で、この2つは、時代が変わっても、私どもの学校として引き継いでいきたいものであります。でもう一つはその、九州の女性社長の出身校で、私どもの短期大学が、ここ何年かもう2番か3番かっていうところで卒業生が頑張ってくれてるんですね。学生たちの中には自分で会社を起こす企業、そういったものにも取り組んでいる学生もいますので、学校としてもそこら辺をバックアップして、ぜひあの女性の社会的な活躍、自立の場を広げていきたいというふうに考えています。今日は坂根学長先生、本当に貴重なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。